キュロポリス包囲戦は紀元前329年にアレクサンドロス大王率いるマケドニア軍とソグド人の間で行われた戦闘。キュロポリスは現在のタジキスタン北部保全土に位置する。キュロポリスはキュロス大王がアケメネスアサペルシアの北東の境界線として紀元前544年に建設した都市であり、ソグディアナ地方で最も大きな敵対勢力を要する町であった。 アレクサンドロスはソグディアの兵廷に際してキュロポリスを含む7つの都市の征服を計画していた。まずはじめにアレクサンドロスはキュロポリス攻略の準備としてクラテロスに指示を与えキュロポリス近郊に兵を布陣させた。またクラテロスは溝と柵を町を囲むように設置した。これは他の6つの町を攻略するにあたりキュロポリスの住民が 他の町へ援軍を送ることができないようにするための作戦であった。それと、並行してアレクサンドロスは他の町の攻略を開始し、ガッザへの侵攻を皮切りに2日間で5つの町を占領、多くのソグド人が殺害された。アレクサンドロスは5つの町の攻略を完了させた。後、早速、キュロポリスへの攻撃を開始した。投石機による砲撃を行っているさなか、 城壁の下を通る水路が乾燥していることを知った。アレクサンドロスは兵を率いて自ら水路を通り侵入。マケドニア軍の手によって町の門は開かれた。キュロポリスの住民は戦闘において激しく戦っていたが、町が陥落すると一方的な殺戮が行われた。戦いの中でアレクサンドロスは頭と首に投石による傷を受け、クラテロスもやで負傷したが、 マケドニア軍が撤退することはなかった。歴史家アッリアノスによれば、キュロポリスには当初1万5000人の住民兵がいたが、この戦いで8000人が戦死した。残りの兵は町の中央の砦に避難し立てこもっていたが、水不足に苦しみ翌日に降伏した。どのようにキュロポリスが陥落したかについては、諸説存在する。アッリアノスによれば、プトレマイオスは、 キュロポリスは戦闘当初から降伏していたと述べ、一方で、マケドニア軍の従軍歴史家であるアリストブロスによれば、キュロポリスは最後まで激しく抵抗し、ほとんどの住民が虐殺されたとも述べている。現在のタジキスタン西部に位置する都市。アリアン、ザ・キャンペーンズ・オブ・アレクサンドル。ロンドン、ペンギン・ブックス、P204、ISBN0 から14から044253から7。 ありがとうございます。